洗礼者聖ヨハネは、正規ルネサンスのイタリアの巨匠レオナルド・ダヴィンチが制作した絵画である。くるみ材のパネルに油彩。イエス・キリストに洗礼を行った洗礼者ヨハネを描いた作品で、芸術家の最高傑作、モナ・リザや聖アンナと聖母子と共に、ダヴィンチが最後まで手元に残し続けた作品の一つとして知られる。 絵画の制作が開始されたのは一説によると1508年、ないし1509年で、一般的には1513年から1516年の間に完成した可能性が高いとされており、ダヴィンチの最後の絵画と考えられている。現在はパリのルーブル美術館に所蔵されている。新約聖書、マタイによる福音書参章によると、先礼者ヨハネはラクダの皮をまとい、 稲子豆と蜂蜜を食べたとされ、ヨルダン川のほとりで人々に洗礼を授けたとされる。本作品はキアロスクールを使用して、洗礼者、ヨハネの姿を孤立させて描いており、その姿は暗い背景から浮かび上がっているように見える。聖人は毛皮に身を包み、長い巻き毛を持ち、モナリザを彷彿とさせる謎めいた笑顔で笑っている。 彼は左手に足の十字架を持ち、右手は天国を指しており、ダヴィンチのバーリントンハウスのカルトン、聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネの聖アンナの姿と似ている。美術史家、フランク・ツェルナーによれば、ダヴィンチのスフマートの使用は、その効果で、ほとんど良性具有である、非常に柔らかく繊細な外観とともに、対象の肌のトーンを穏やかな影で、 絵画の宗教的な内容を伝えている。美術史家、ケネス・クラークはダビンチにとって、西洋羽は永遠の疑問符、想像の謎を表していると考え、絵画が吹き込む不安の感覚に注目した。ポール・バロールスキーは次のように付け加えている。暗闇から現れた西洋羽を、ほとんど驚くほど見る人との直接的な関係で描写しているダビンチは、 まさしく精神と肉体の間の曖昧さを拡大している。異様なほど感能的な刺激を持っているラビンチの人物の優雅さは、それにもかかわらず、聖ヨハネは神からもたらされる恵みの充足について話すときに言及する精神的な意味を伝えている。2016年、1802年以来行われて、いなかった修復が行われた。 かつてルーブル美術館が聖アンナと聖母子を修復した際に多くの議論と批判が寄せられたこともあり、今回の修復が事前に発表された際も批判を呼んだ。修復は9ヶ月に及び、絵画は15層を超えるニスが重ねられていたが、この修復でその半分近くが除去された。絵画はまだ全体的に暗いが、それでも洗礼者、 ヨハネの巻毛と毛皮がより鮮明に見えるようになった。赤外線リフレクトグラフィーで見た、洗礼者性ヨハネ。洗礼者、ヨハネの体の線とラクダの毛皮が明確に観察できる。ダヴィンチの助言を受けて制作されたジョバに、フランチェスコルスティッチの彫刻、洗礼者性ヨハネによる説教。ヨハネのポーズは本作品と共通している。 先霊社製ヨハネの製作年は論争されている。本作品はアントニオ・デ・ベアティスがアラゴン・数奇教と共にフランスのクロリセ・ジョーのレオナルド・ダ・ヴィンチの工房で見ており彼の日記のエントリーから1517年10月17日以前の想定年代が得られる。19世紀末にジョバンニ・モレッリとバーナード・ベレンソンによって貴族が疑問視されたが伝統的にこの絵画は 芸術家の最後の作品とみなされており、1513年から1516年まで遡る。ここでのダヴィンチのスフマウト技術は、その局地に到達したと考えられている。しかし、一部の専門家は、先例者、ヨハネの手をアトランティコ志向の弟子による同様の作品の比較し、 絵画の開始は1509年頃に遡るとしている。ポーズもまた、フィレンツェのサンジョバンに洗礼堂のために1510年以降に完成したジョバニフランチェスコ・ルスティッチの同じ主題の彫刻、洗礼社聖ヨハネによる説教と似ている。ダヴィンチは、ルスティッチに発注された仕事のために、彼に技術的なアドバイスを与えたと考えられている。 一方の芸術家がポーズのアイデアで他方の芸術家に影響を与えた可能性がある。先例社製ヨハネは1542年にフォンテーヌブロー宮殿にあったフランス国王フランソワ一世のコレクションの一部であったらしい。1625年、イングランド国王チャールズ一世は、ティツアーノ・ベチェッリオの聖家族とハンス・ホールバインのエラスムスの肖像と引き換えに、 ルイ13世から絵画を入手した。1649年、新京都革命による処刑によって、チャールズ1世のコレクションは売却され、絵画は140ポンドで銀行カエバーハルとジャバフハの手に渡った。ジュール・マザラン・スーキ教が所有した後、1661年に作品は再び、フランス国王ルイ14世に返還された。 フランス革命後、絵画はルーブル美術館のコレクションに入り、現在も同美術館に所蔵されている。本作品以前、洗礼者ヨハネは伝統的に禁欲主義者として描かれていた。ダビンチの革新的な描写は、ラファエロ・サンチオの工房に影響を与えた。ラファエロとジュリオ・ロマーノに起因する1517年から1518年頃に描かれた洗礼者。 ヨハネのいくつかの肖像画には、暗い背景と人物の照明の間に強い、コントラストがあり、同様に若々しい成人を孤立して示している。レオナルド派によって制作された、洗礼者性ヨハネの多数の複製と、バリエーションが存在している。これらの中で最も有名なものは、ミラノのアンブロジアーナ海画館に所蔵されている、芸術家の首席助手、ジャンジャコモカプロッティのバージョンで、 背景には山岳の風景が描かれている。ありがとうございます。